さんのオリジナルブランドのポテトチップスなんですけれども、213円もしてちょっと高級なんですが、今日はこちらのポテトチップスの動画をご視聴にご覧いただきたいと思います。どっちがいいんですかね。さっきこっちやってまいりましょうか。石垣の塩で味付け厚切りポテト、セブンイレブンさんの石垣の塩で味付け、厚切りポテト、ですね、213円です。これこっちは何ですかね。あ、海苔使ってるんですね。厳選海苔、こっちは厳選塩ですね。それではしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。じゃがいも、植物油、食塩、コーンスターチ、酵母エキスパウダーに昆布エキスパウダー、製造元はどこでしょうか。ああ、カルビーさんが作ってるんですね。エネルギーは 100g あたり 559kcal、 めっちゃカロリー高いです。厚切りのギザギザカットですね。これは食感最高にいいんですけれども、分厚いです。ただ大きさはそんなでかくないですよね。なんか大きさは普通です。それではセブンイレブンさんの厳選素材石垣の塩を作った厚切りポテトのお味の方をチェックしてみたいと思います。あー、うまい、うまいですあのですね、お塩がどうのこうの言うよりも、あのポテトの甘みがよく出ちゃってますね。多分使ってるこのじゃがいもさんもすごくいい素材使ってると思います。すごい甘みがあって、ポテトの風味ですよね、がよく出ていて、あとお塩もちょうどいい感じの塩加減ですかね。めっちゃうまいです。高いんですけど、セブンイレブンさんの厚切りポテト石垣の塩で味付けですね。213円ですすいません。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。